ゃ あ, あのこの辺でちょっとあの今の2077の話になりましたので、ちょっとあの2077の、映像をいっぱい持ってきましたと。なのでこれを見ながらちょっとコメントをもらいたいと思いますけど、はい、ちょっと、まあ、後ろ見てもらって、これあの E3 トレーラー、あ、そうですね、はい、E3 トレーラーの一幕で、あの電車の中からですね、こうナイトシティの街並みを見てるっていうような、そうですね、多分中心部に向かおうとしてるところですよね、うん、そうですね、あの最近公開した48分のですね、ゲームプレイ映像の舞台となってる、まあ、街なんですけども、あとソフト駅があったりとか他の駅もたくさんあってですね、そういうところが、まあ、こう実際2077でも行けるという、ね、このオリジナルの地図の方にもその交通機関の概念みたいなあったんですね、多分メトロとかありますよね、あの、ね、あったんだけど、地下鉄があったけど、この辺は大体でも、電気自動車が走ってんじゃないですかね。あ、まあ、基本的にはそうです、あとエアロダイン、エアロダイン、はいはいはい、空飛ぶ、ね、うん、まあ、いわゆるあのあのブレードランナー的な、うん、そうですね、あのスラスターで無理やり浮いてるようなやつ、はいはいはい、でやっぱりこれはこう中心部なので、こういう高層ビルが入ってる感じなんですね、はい、で看板とかを見ると、あのこう例えばそこに荒坂の動画が思いっきり入ってるとか、あれ荒坂です、あ、そうですね、あの白いやつ、あの白いやつ荒坂、そういうあのクロームブックとかルールブックの中に出てきた、会社のロゴであるとか会社名っていうのが、こう街の中をどすぐ入れるとあっちこっちで見られる、そうなんです、それはつまり、この2020の段階でもうロゴはできてるんですね、そう一緒ですよね、でかい企業のはその日本企業だけじゃなくて、うん、出てく、はい、後で出てくると、ミニテクチャ、ね、うん、アメリカのとか、そういうのも全部ロゴは作ってあります、ね、オリジナルのとこにある、うん、じゃあちょっと次、まあ、ここも、基本的にはアレサカですね、あの、そうですね、ナイトシティなんてちょっと飛ばしたいと思いますけど、はい、ここもナイトシティに貢献する、 NCPD っていうのはナイトシティ、ナイトシティポリスデパートメント、ナイトシティ警察ですね、まあ、NYPD みたいな、はい、そうそうそうまあ、ただ結構警察ってあんまりもうなんかそのナイトシティの中ではかなりこうヒエラルキー的には下というか、あ、その、まあ、まあもう企業の言いなりになってるみたいなところ、ね、だって街自体が、うん、あの政治家よりも企業、うん、大企業の方が強いので、うん、まあ、どうしてもね、賄賂もね、賄賂次第で何とでもなるみたいなところが腐敗してるんですよね、で一方でその企業がちゃんと把握していないところに行っちゃうと、うん、物騒なギャングが山ほどいるので、うん、警官も怖い、まあ、よくその政治的な権力がだいぶもう衰えて、そこにその経済的な力とか暴力とかが乗っかってる感じですよね、うん、で次これですが、これはなんかあのまあ、タクシーですね、タクシーが武装化してるみたいな感じですか、うん、はい、そのいや、タクシーに乗ってる人の、ただその武器は危ないんでここに置いてくださいねって言って、この前の武器ポケットみたいな、武器置き場みたいなところですね、この辺りの武器はどうなんですかね、もともとあったデザインがどうなんですか、武器は結構ね、あのやっぱりかなり変わってると思います、ね、やっぱり20年くらい経ってますからね、まあ、そもそもゲームの中の世界でも57年経ってるってことですし、あとまあ、執筆されてた頃と比べても 2,30 年経ってるんで、やっぱりあの重機のそういう思考みたいなものはだいぶ変わってきてるかなと思いますよね、まあ、この辺のデザインはまあ新たになって、こうやって風に、あとそのタクシーの運転手さんがそのちょっとターバン巻いててインド系の方なんですけど、やっぱ人種的な混交っていうのもやっぱりすごいあるんですね、あ、それはあるでしょうね、うん、やっぱ西海岸ですからね、西海岸ですからね、みんないっぱい来てるんですよ、日本風なんですねこれ、そうですね、ナーラーヤンイサムっていう名前なんですよね、あ、名前があるんですか、に免許はじゃないですか、日本の免許っぽいやつが、ナーラーヤンイサムって自分がつけたんですよ名前、じゃあ次行きます、これは車ですね。車ですね。車はですね、運転シーンが登場するんですけど、まあ、これはあの結構あのスポーツカーな感じですね。はい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 、あの主人公がまあ B っていうです。2077、2077の主人公は B なんですけども、一応 B がこのゲームのデモの中で乗ってる、まあ、一番最初の車という扱いで、で、あの中ですね、チュートゥーっていうあの未来の燃料 で、 です、ね、はいはい、動いてるっていうことで。CHO2、つまりアルコールですよね。そうそうそう、あ、なるほど。そういうことなんだ。アルコールです。本格書いてたったんですよね。それはなんかこの当時あの新しく生まれた、なんか燃料みたいな、まあ、要するにあの石油枯渇するだろうっていう話が、あの当時すでにあったわけで、じゃあ未来の燃料どうなるのみたいなのの、その SF 的近未来燃料に、あのなんていうかな、燃焼効率を良くしたアルコール燃料みたいなのが、ちなみに、まあ、2020にもやっぱり乗り物がいっぱい登場しますよね、はい、うん、まあ、どういったのがあるんですかね、まあ、チュートゥーでとか、そういう、あとは何で言ったか、水素で動く、まあ、普通の自動車から、まあ、今でも実際にありますけど電気自動車の、まあ、この辺は普通ですよね、まあまああるだろうな、それから街の中をオスプレイみたいな、あの変えようと、でさらにそれが行くともうプロペラついてなくって、さっき言った AV っていう、エアロダインビークル、エアロダインビークルっていう、もう
あのスラスターだけでゴーって飛んでいくようなやつが街中走ってたりしますね。トレーラーとか48分のゲーム映像でもあのトラウマチームの救急車がスラスター出したらババババってくるのも、まあ、あれもエアロダイニングですね。ですね、はい、じゃあ次いきます。これはですね、あのなんかトレーラーに入ってますけど、そうですね、まあ、ボクシングやってる、ね、スポーツだけど、まあ、スパー相手としてこのロボット AI とかロボットですね。そうですね、あのただいわゆる何ですか、多分自分のこれは想像なんですけども、いわゆる独立したその意思を持つアンドロイドとかっていうよりは、まあ、ケーブル繋がってますけど、あのなんかそうどっちかというと足元とかに近いような、あその、まあ、専用このスパーリング用に、まあ、こしらえられているロボットかなって、ね、やっぱりサイバーパンクネタではありがちな、なんかもういくらでも改造できるようになってるのに、後ろ筋トレしてる人がいるじゃないですか。そうです、これは何なんですかね。あのバトーさんも似たようなことしてる、まあ、多分その肉体へのやっぱこだわりがあるのかなって感じはしますけどね。まあ結局選択肢なんでしょうね。その機械で植物的に強くなろうとする人もいれば、鍛える頃にこの、その興奮とかそのアイデンティティを感じるっていう、自分も知ってる範囲内だと、例えばそのスポーツの場、まあ、2077年の世界のスポーツの場において、そのいわゆる身体強化っていうのは、要はお金を出せばいくらでもできちゃうんですけど、そこをだからどうだけ規制するか、もしくはその規制そのものがそもそもナンセンスじゃないかみたいな、そうですね、っていうような考え方もあって、まあ、衝突してるらしいですけどね。そうですね、サイバーパンク2020の、まあな、よく出てくるあのスローガンといいますか、標語の中に、うん、スタイルオブサブスタンス、はいはい、スタイルは実像を超えると訳されていますが、あの要するにかっこいいことがまず、ね、重要なんです、ね、重要だ、そうそうそう、実際にあのなんて言いますか、肉体の方がいいどうで、俺は肉体を鍛えるんだ、肉体を鍛えるのがかっこいいんだといえば、それを極める方向に突き進んでいくっていうのがこの世界 の、まあ、あのつまりエッジランナーたちの生き方で、さっき言ってたあの銃であえてその昔のリボルバー使うみたいな趣味の人もいるということで、あの標準にあのなんかあのなんかスマートガンの改造なんかしないと、本当にただのリボルバーっていうのが俺のやり方だっていう、あのやり方をするんだったらそれも突き進めればいいし、結構そのおっしゃったスタイルオーバーサブスタンスっていうのが、その開発の資料とかでも非常によく出てくるんですよ、スローガンとして。っていうのも全体的にトレーラーとか見ていただくとですね、そのまあ基本的にはかっこよさ、スタイリッシュさみたいなものを追求して映像化してるんですよね。でそこはサイバーパンク2020のそのスローガンから多分共通して持たれてるテーマなんだと思う。コンセプトとしてはやっぱりかっこよさっていうのは重視し、まあそもそもなんかクールみたいなそうですね、ありますよね。あの多分なので、もちろんその例えば物理的に可能な、例えばあのマンティスブレードっ て、ここからこうガシャガシャってこれ、ね、あの刃が出てくるとかもあるんですけども、はい、そういうのもちゃんと物理的に可能な風に設計はしてると思うんですけども、最終的にやっぱり見た目、スタイリッシュなところを最重要視してデザインしてるみたいですね、はい、うん、はい、まあ、これもまさしく見た目なんですけど、これはホログラム、多分ホログラムの、多分自分で見ちゃうといわゆる風俗店とかの、お客さん、あの客寄せだと思うんですけど、ね、うん、こういったのはまあいろいろ、まあ、結構そういう風俗商売とかもね、あのまあ、サイバーパンク2077なんていうのは非常にこうマチュアなゲームで、その基本的には大人向けのゲームなので、そういう生産産業とかも結構あの描写される、まあ、その辺のネタは2020にやっぱりあったんですかね。ありますね、うん、基本ルールブックでそのサイバーウェアで戦闘に強いとか、うん、知識が上がるとかいうのの他に、はい、絶倫になるっていう、ね、勢力が高いそれもあの改造してやってた それでもなんかゲームプレイ的にはなんかメリットはあるんですか。あんまりあんまりそういうロールプレイというか、はい、まあでもそんなもんですよね。それがスタイルオーバーサブスタンダー、サブスタンダー、まあ、いろんな生き方があると、いろんな生き方で、うん、これについてあと言った方がいいかもしれませんね。あのルールブックの冒頭に、はいはいはい、サイバーパンクのルールについてはい、はい、ルールはこうだ、1つスタイルは実像しない、ね、2つ態度が滑るの、はい、3ついつまいつでもエンジンに踏み込む、はいはい、4つルールなんか破れない。ルールブック7ページですけどね。7ページ。7ページにルール破れない。極端なこと。というか、もう目次終わって、授業式になってすぐですからね。結構 HT 表現も出てきて、あ、まあ、あの日本語でもなるべく2020からインスパイアされて使わせてもらってるんですけども、そのエッジを乗り越えていけって言って、うん、あのまあ、抽象的な概念でもあるんですけども、すごくいい意味でいろんな風に捉えられるじゃないですか。まあ、基本的には最先端ってことで、まあ、そうですね、もうキャッキャのところまで行くっていう、そうですね。もう鋭い刃物の先端のごとくエッジに入れと、そもそもこのゲームにおける、プレイヤーキャラクターたちのようなあの、まあ、存在をエッジランナーって言ってます、エッジランナーもう最先端を行くものってことですね、最先端を走ってるとなるほど、はい、でそれは同時にあの危ない綱渡りでもあるっていうんですね、まあ、そうですよね、一歩先を踏み越えてしまうと、まあ、死んじゃうとか、まあ、もちろんありますよね、字が失うとか、うん、じゃあ次もこれもエッジの一つかもしれないですけど、
彼女の名前がありましたよね。リズイウィズイかな。はい。はい、まあ、あの、クローム化してるんですよね。はい、その肌がですね、こう金属みたいな形で、まあ、メタリックになってると思うんですけども、まあ、このさっきのこのクロームブックなんてまさに表示が、ね、表紙がそうなってると思うんですけども、このある種富裕層にこういう体を、まあ、金属化してクロームに見させてっていうのはすごく、まあ、流行ってるらしいです。ええ、そうですね。2077年でも流行ってるらしいですけど。彼女は一応セレブリティみたいなもんですね。そうです。多分これあのバンドのあれじゃないかな、ボーカル、ボーカルだと思うんですけど、はい、まあ、いずれにせよそのすごくステータスの高いセレブです、ね。はい、まあ、あのこういったセレブリティとか、あとは、そのアーティストとかミュージシャンっていう存在もやっぱり2020に非常にいっぱいいたみたいな。大きいですね。基本ルールブックにそもそもロッカーボーイっていうロールが、ね、そうそう、ロールがあるんですね。ロッカーボーイっていうね、はい、これはバンドマンみたいな、バンドマンっていうか、まあ、ミュージシャンなんだけど、うん、心意気のあるミュージシャンっていうか、うん、反骨精神のあるミュージシャン、ただ単に有名で売れているだけの、ロックンローラーとは違う、ロックスターとは違う、うん、ロックスターだったらもしかしたら企業にもう買われてて企業の番組に出て、まあ、宣伝行為としてやってるみたいな、そう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 、でお金稼いでいい暮らししてるけど、うん、そうじゃなくて俺の歌を聴け、俺にはこういうメッセージがある、あいつらはとんでもねえ、こんな悪いやつは俺の歌で断崖してやるぜみたいなのがロッカーボーイ。企業にあの、まあ、魂を売ったとルールブックなんかでよく書いてますが、うん、魂を売って企業の宣伝をやってるようなのは、うん、まあ、ポップスターと言われたり、ただの、まあ、ロックスターになってしまう、でロッカーボーイじゃない。やっぱりジョニー・シルバーハンドがそのロッカーボーイの中では、まあ、一番有名なキャラクターですね。そうそう、ジョニー・シルバーハンドっていう単語がちょいちょい、はい、ちょいあの2077の方でも出てきてるんですね。出てきますね。そう、サイバーパンクの、まあ、ワウドの歴史って、まあ、プレイヤーが見る歴史っていうのは、うん、大体ジョニー・シルバーハンドとともにあの語られてきたと言っても過言ではないのか。フランチャイズの最も中心にいる人物がジョニー・シルバーハンド、ね、彼は、ロッカーボーイとして、ロッカーボーイとして音楽やりながら、そう、体制と戦ったり、戦ってると、うん、なるほど。彼の、まあね、57年世界月が流れてますけども、彼 の, あの影響がどこまで出てるかっていうね。最初に V が自分の部屋で聴く音楽が、うん、確か彼の、ね、そうですね、あの、まあ、もう彼の音楽は普通にこう商品として多分流通してるんだと思うんですけども、うん、まあ非常に影響力があったということなんで、うん、またなんか出てきたら聞いてみます。そうですね。まあ、次なんかこれなんかまあ分かりやすく VR やってますけど、そうですね、こういう VR テクノロジーみたいなのはもう我々の世界にもあるのあるんですね。そうですね。ただ、あ、そうですね、2020の頃はどうだったんですかね。2020の、 あのバーチャルリアリティというのは、ちょっと今我々がバーチャルリアリティってイメージするものと実はかなり変わっていまして、うん、これはまあサイバーパンクムーブメントの時に、想像されていたバーチャルリアリティの世界なんですが、うん、ブレインダンスというブレインダンスですね。でこれというのは、電脳化した人の体験、うん、まあ、全感覚情報とかを、はい、その時の感情動きとかまで、電子的に記録しまして、うん、それと全く同じものをそのチップを入れた人が再現して追体験できるというシステムになってまして、でこれは多分ね普通に VR やってるだけだと思うんですけど、ブレインダンスっていうのはもちろん2077年でももういわゆる娯楽のエンターテインメント の, そのメディアとしてはもう圧倒的にもう例えば映画とかテレビとかっていうものをもうはるかに超越していて、で例えばそのあのスタジオがあるんですよね、そういうもう専用の収録スタジオみたいなのですよ、こういう場所でその我々の体験を体験をチップに収録してそれを商品として売って、買った人はそれを、まあ、要は感覚とかその感情までもかな多分含めてその追体験できるっていう、うん、完全に一人称視点で追体験できる。その一番大きく問題になっているのがブレインダンス中毒って言って、はい、その自分がもう分かんなくなっちゃうんですよ。自分が例えばだから安室奈美恵ともうあの混同しちゃってそう思い込んじゃって、逆にあの安室奈美恵は偽物だってそういうやばいやつが出てくるわけです。っていうぐらいその没入度がもう現在 の, その VR とかゲームと比較できないぐらいやっぱ高くなってるっていう。そのコンテンツとしてはいろいろ想像つくけど、やっぱりホラーみたいなものとかいろいろあるんじゃないですか。言ってしまえばこれ広角機動隊でもそういうシーンがあったんですけど、うん、まあ、エロですね、まあ、やっぱねポルノがね、ポルノがね、あとは、問題と事件としてまあ、あり得るっていうのがスナフビデオとかあるじゃないですか。あれで、殺す方殺される方両方体験、両方体験わからなくなっちゃうんですよね、現実なのかどうかなのかね、というそういう、まあ、技法もしくは違法ギリギリみたいなあのものもあったりとかして、まあ、何にせよあのこういう普通のなんて言いますかね、あのゴーグルつけてやるようなバーチャルリアリティより、あのそっちの方がもう、うん、なんていうかスリルがあっていいぜみたいな感じなんですね。まあ子供がやってから子供にはブレインダンスは禁止されてるんで、まあどうですかね、やばそうですもんね、まあ、人格形成まあでもそれぐらいその普及した、まあ、メディアになってるって感じですね、はい。
これは分かりやすい感じですね。あ、化粧してるんだけど実はこの顔の下を改造して、これは要するに全身擬態の擬態なんですよ ね。かなり相当な改造を施されていると思うんですけど、その自分が一つ2020と面白いと思ったのが、あの2020だとその身体強化を多分漢字だと基礎化、あの機械の機に装備がそうみたいな感じで、でルビで、まあ、サイバーウェアとかサイボーグとか振ってると思うんですけども、その辺がやっぱりこう文字選びとして面白いなと思って、その、うん、普通こういうサイバーパンクってルビ振れるじゃないですか、そうです、その小説とか、あのこう TRPG の書籍もそうなんですけど、はいはいはい、それがやっぱりビデオゲームになるとめっちゃ難しいんですよ、ね、やりづらいですね、まあ、まず字幕超小さいみたいなのもあるんですけどそもそもそのルビってやっぱり日本にしかない概念なので、はいはい、それをやっぱりやるのが難しいから、じゃあ基礎化っていうのかサイボーグ化っていうのかみたいな、その辺はだから難しいです。カタカナにするとまあ分かりやすい、まあ、分かりやすいんですけど、ある種その日本人の医学、まあ接してきた、まあまあでもね、アキラとか高架動体とかっていうのはまあ映像化作品なので一緒なんですけども、そういうなんかこうあの微妙なさじ加減みたいなものは、まあ今ローカル映像まだやってないですけども、苦労するんでしょうね、どっち取るかみたいなね。ちなみにここではそのあのまあある意味これはコスメティックな意味でとか、うん、美的な意味で、うん、あの擬態というか細胞化してますけど、うん、そういうような、まあ、本当に見た目だけの細胞化っていうのはやっぱりありますよね。ありますね、うん、純粋にあの美容整形、うん、サイバーウェアがずらっと並んでるところに、うん、純粋に、外見的魅力を上げるだけ、うん、みたいなのがあったり、広告なんかであのありましたよね、あのこの、実は50このなんか美人は実は57歳なんです。そのこのクロームさっき出たクロームとかも、まあ、ある種身体強化の一環だと思うんですけど、これってなんか防御力アップとかするんですか、ね、それはボディープレーティングなのかな、あの装甲版みたいになってる人もいるし、見た目だけで綺麗にクローム化してるだけっていうのもいると思いますね。TRPC の方だと普通は能力値ってほとんど変わらないじゃないですか、うん、あのこのゲーム ATT っていう、うん、顔のアトラクティブですね、そうです、アトラクティブです、あ、なんか魅力みたいな、はいはい、顔っていうか、まあ、体の美しさという能力値があるんですが、うん、それは金でいくらでも買えられるんです、買えちゃう。あのもう人間の上限基本的に10なんですが、12にまで上げることができ、逆にあのもともとあの普通の外見だったやつを1とかって数字まで落としてしまうことも可能っていう、うん、ね、まあ、この集まりはなんかその企業多分企業の、ね、重役会議みたいな感じかなと思いますけどね。あらさかじゃないですかね、たぶんあらって書いてありますね、書いてますね、後ろに。よく見ると確かに日本人っぽいですね、日本人っぽいですね、手前のスキンの連中よくわからないですけど。あのやっぱりその何度も出てくるますが、そのやっぱりサイバーパンクの この世界観の中で企業っていうのはある種もう政府を超越した権力を持ってる、うん、そうですね、多国籍企業がもう財力でも権力でも、うん、やっぱネットランナーっていうそのいわゆる、まあ、ハッカー的なところの立ち位置のロールがあると思うんですけども、はいはい、多分この絵なんかはおそらくは、まあ、敵対企業がネットランナーとかっていうものに発注をして相手をやってるのかなってイメージありますけど、ね、もしくは企業が気に食わない、在野のネットランナーがやっているとか、あ、そう、荒坂の方でとりあえずこの人が何か今もやってやられちゃった可能性はある。宿泊が死ねみたいな粛清かもしれない、荒坂に下品な男がいらんとか言ってポチッとかなんかボタンを押した可能性というのもとも確かにそうですね。はい、はい、出てきました、あ、トラウマ、トラウマチームかな、これはトラウマチームもぜひ語っていただいた方がいいかなって感じなんですけど、まあ、アメリカって今でも、うん、日本みたいな国民皆保険じゃないので、ね、民間の保険に入る、うん、らないとちょっと医療すごいお値段がかかっちゃったりするんですけども、うん、まあ、それがさらに未来に行ってディストピア社会になった結果どうなってるかっていうと、一つには普通の人はろくに医療が受けられなかったりする、二つ目は金を出せばすごい、うん、あの医療サービスをやってくれるところがある、でこのトラウマチームっていうのがそれプラス物騒な未来っていうのの、うん、結果出てきたやつで、まあ、要するにしょっちゅう打ち合いしてる人とかいるわけですよ、うん、はい、そういう人でもトラウマチームっていう医療会社に契約してカードを持ってると、うん、その人の心臓が止まるとか、うん、バイタルがやばいってことになると自動的にこう信号が送られて、うん、空からですね、さっき紹介したエアロダインっていうそのスラスターで無理やり浮いてるやつ、これにミニガン、うんうんうん、ミニガンとかヘビーマシンガンとか積んだやつがバーッと飛んできてる、この場所で左側にあるそうそうそう、ね、そう数分で飛んできまして、これ、ね、本来なら救急車、救急隊員です。救急隊員です。ヘビーなナイトシティにはこのいわゆる小型のエアロダインを乗せる母船みたいなものがでっかいのが飛んでる、飛んでて、ね、でそこからその緊急要請に応じて派遣されるっていう設定らしいですね。民間ですけどこの人たち要するに救急車のおじさんですからね。パラメディックですか、ね、パラメディックですからね。
トレーラーの48分のゲームプレイ映像の中だと、そのこの、まあ、患者はあのプラチナプランに入ってるみたいな。あ、で、その上位プラン、まあ、いわゆるグレードがあって、はい、まあ、他のグレードは分かんないですけども、プラチナプラン上級ラインに入ってると、もう多分ね、時間も短縮されるだろうし、そう、数分でやっていくんですね。あの、まあ、いわゆる扱いが違うんですよね。違うんですよね。そういうふうに考えると、多分あの患者はすごく結構重要なポジションだったのかなっていう。コードして、そうやと、トレーラーの中だと確かコードしてから180秒で3分ですね。で、面白いのが、その英語音声よく聞いていただくと、そのあと何秒のところの間にちょっと間があるんですよね。っていうのは、多分そのやっぱりプランであったりとか状況に応じて変わるので、プラチナプランでこの状況だったらあと180秒みたいに出したっていうことだと思います。で、プラチナプランのお客さんだったら、トラウマチームの連中がこう完全武装で、たと、うん、え今まさにお客さんが戦闘中だったり、とどめを刺されそうになっているところも、相手を全部銃で投げ払って回収して、心臓止まっていても蘇生させる。一人を助けるために100人死のうが、まあ、契約者が助かればいい。もっと面白いのは、あの48分のゲームプレイ映像だと、あの患者ってこうプラチナに入ってるんですけども、あのあんだけ危険な状態になってもまだプラチナマチームは来てなかったっていうのは、まあ、ハッキングされたんですよ。妨害をしたんですね。で、その妨害チップを取り除くことによって、まあ、アクティベートされてっていう。そうするとトラウマチームが信号を受けてやってくる。ちなみに、この、 あの岡田さんがあの所属してたファン、はい、クラブはトラウマチーム、ね、トラウマチームジャパンという名前で、こういうのでやっぱトラウマチームか、やっぱ トラウマチームっていうのが、そんだけそのサイバーパンクの世界観においてもキャッチーであり、アイコニックな、アイコニックなやつですね。まあ、要するに PC 倒れて、うん、プレイヤーがあの倒れて、ネットランナーが、うん、あのもう普通だったらそのまま置いてるのは死んじゃうっていうのに対して、うん、なんだろう、ドラクエで言ったら復活の呪文、ザオリクみたいな、ザオリクみたい。そういうトラウマチームとしてもプレイできるんですか。トラウマチームとしてできんことはないですけど、専用のルールはなかったかな。そういう自分でルールを作ってやればみたいな、できる感じですね。まあ、じゃあ逆に言うと、ゲーム内ではお金ある人はトラウマチームに加入する。加入する。なるほど。はい。トラウマチーム、ね、そう。もう、ね、命の保険。なるほど。なるほど。まあでもそこは逆にゲームらしい設定と言いますね。じゃあ次は。この辺はちょっと雰囲気があるちょっと。そうですね。うどん。まあまあ、日本食食うっていうのはもう、うん、定番ネタなんで。ではね、欠かせない。はい。でこれはあれですね、これはトレーラーじゃなくて、はいはいはい、ゲームプレイに出てきたギャングですね。あ、ギャングですね。あのメイルストロムっていう、あの、まあ、ブースターギャングですね。ブースターギャングですね、はい。2020年の頃から多分だから相当暗躍してるんでしょうね。ずっといた。それはあのブースターギャングっていうグループというか、ですね、種別というか、種別ですね。ギャングはいろいろいるんですけど、うん、ブースターギャングっていうのは、まあその犯罪組織をやってお金儲けしてる究極の目的の一つが、自分たちをどん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 強く改造するっていう、自己強化。そうそうそう、ここないですもんね。もうないですよね。また今人間っぽくなくなってますよね。そう非合法なお金を稼いで、どんどんごついサイボーグになっていく人たち。結構やっぱサイバーサイコシス発症直前のやつらみたいな感じになるんですね。あのそうですね、さっきも出てきましたけど、あの無造作にどんどん改造パーツを埋め込むと、だんだんこう精神に異常をきたすんですよ、この世界観。それはサイバーサイコシスですけど、なのでその2077年でもやっぱりやりすぎるとおかしくなっちゃうんで、その例えば全身もサイボーグにするっていうのはゲーム的にはできなくなってる、ね、かなり危険なはずですね。2020の頃には普通にそのサイコシスが起こるっていうステータスみたいなのがあるんですか。ありますね。あのヒューマニティみたいな、エンパシー、エンパシーっていう人間性を共感する能力、はい、あ、ここジョニーのほぼ人間性みたいなありますけど、そうですね、このエンパシーっていう値がその人間性なんですけど、はい、ここがサイバーウェアを書くところなんですね。なるほど。でサイバーウェアを書くところに横に HL っていうのがあるんですよ、はい、ヒューマニティロス、なるほど、人間性が減ってっちゃってるよって。でサイバー化をどんどん重ねていくと、それがどん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 溜まっていって、10溜まるとエンパシーが1個落ちる。なるほど。で0音になっちゃうとサイバーサイコシス、サイバーサイコシスになると、2020のゲームプレイ的にはどうなるんですか。ですね、まあ暴れまくるので、大体あの暴走する殺人マシンとかすので、あの操作を受け付けなくなる、受け付けなくなる。なるほど。まあ大概の場合は、どっかの企業か、うん、市の警察の特殊部隊がやってきて、うん、あのサイコスクワットですよね。サイコスクワットがやってきて、まあ生きてるか死んでるかともかく制圧する。なるほど。で、まあ運がいい、あるいはあの仲間がちゃんと確保してくれてようだったら、うん、セラピーを受けて人間性を若干回復させることは一応可能です。可能です。その辺はでも2仲間次第でも使えそうなあのものかもしれないですね。うん、ね、そういうあのまあ増やすだけじゃなくて、ね、減らすっていう選択肢もあるでしょうからね。ああ、そういうのもあるのかもしれませんね。かもしれないですね。うん、はい。こちらはですね、これもゲームプレイに登場したキャラクターですね。そうですね、あのミリテク社っていう、まあ、ある種こうアラサカのライバル企業みたいなところの、はい、アメリカ版の
あの軍事企業、ね、そこのまあ重役、女重役みたいな形で出てきてますね。このミリテクもやっぱアラサカと同じぐらいこのサイバーあのナイトシティによってはすごい権力強いですね。でアラサカは少なくとも表向きは一番でかいのは警備会社なんですけど、うんうんうん、ミリテク一応一番でかいのは銀行、あ銀行だけど、まあ、でも有名な、まあ一応有名なのは、有名なのは警備会社なんですけど、ミリテクはもう名前にミリってミリタニのミリが入っているミリタニテクノロジーなんで、完全に軍事が専門ですね。だから傭兵も斡旋とか派遣とかするし、銃器やあの兵器も作っている米軍とのつながりも結構強いんですよね、はい、深いですね、まあ、この日系企業のアラサカとアメリカ企業のミリテクっていうのはちょっとライバル関係、ライバル関係ですね、うんうん、じゃあお互いになんか出し抜いたりってことも、うん、当然ありますね。多分本当武力衝突してます、ね、してます。第4次企業戦争って言われてる、うん、サイバーパンクの世界は2020年代に起きた戦争、うん、企業同士の戦争の中で、うん、アーサカとミーテクが、クラッシュしてるみたいな感じだ、そうですねなるほど。だそのもしかして今回の、まあ、2077ならもう独立したキャラクターとなると、うん、まあ、たまにはミリテクについて、たまにはアラサカについて、ね、みたいな可能性はありますね、まあ、実際48分の原映像に出てくるのはミリテク社からのミッションなので、あ、まあ、多分そこにこう即した結果を出せば、まあ、気に入られるでしょうし、逆にそうじゃなければ嫌われるっていうのは、まあ、クライアントにもなるかもしれないし、うん、敵になるかもしれない、ひょっとしたらアラサカの仕事もあるかもしれないしみたいな、あの、そう、あの武器の話とかも多分出てきますけど、あの元々のあの本には刀っていうか結構ありますね、まあ、ありますね、あの辺もやっぱり出てくるね。刀すごいね。モノブレードってのモノブレード、単分子ブレードですね。そう、単分子ブレード、単分子ブレードってあれですよね。こう要はもう分子一つしかないかのぐらい、そのあの、まあ、精錬された、精錬されたその、あの分子構造してるっていう意味らしくて、そのまあ超絶鋭利で、あの実際2077年も出てくるんですけど、本当ですか、はい、日本のメーカーはケンダチが、ケンダチが、ケンダチ、ケンダチ、それはそういうメーカーがあるんですよね。そうそうそう、ケンダチ、なるほど。あの衛星軌道上にあのなんか特殊な工場みたいなもので、無重力で、衛星軌道上にあるんですか、あの空間で、軌道クリスタルっていうなんか素材があるらしい、無重力でしか、がすごい力持ってる、そう、無重力でしか作れない、で、あのそうアフリカとかが強くなってるの軌道エレベーターがあるからなんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。その要は赤道に近い方が軌道エレベーターって、はい、作りやすいんで、アフリカ国家とかに にそういうなんかいわゆる多分資源的な意味でそのすごく力を持った企業がポンポン出てきててっていうのがあって、まあ、それはまたそのアラサカとミリテクとは別 の, 別の、はい、宇宙関係はアフリカが諸国がかなり進出してるっていう、面白いですね。次ワクワクマですね。ホテルホだけなんで、まあ、ここはいかにも日本風な雰囲気で、まあ、鳥居みたいなやつはありますか。あ、ありますね。これそうですね、自分これジャパンタウンなのかな。これあの、まあ、ワトソンってそもそもなんかジャパンタウンがある地区らしくて、あ、であの実際ここはそういう地域で、あの鳥居とかも実はあの鳥居って一番最初は本当の鳥居だったんですよ、あの、はいはい、あの神社のいわゆる朱色のやつ、はいはい、でそれはちょっとあれかなと思って自分がお願いして変えてもらったんですけど、あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっとあの未来的な形で、まあ、ちょっとあのよりこう街にですね、モンっぽいというか馴染むような形にしてます、はい。これは、はいはい、ゲームプレイに出てきた、リッパードッグ、リパードッグっていう、ね、あ、リパードッグですね、はい、なんというか街のモグリー車みたいなので、闇医者みたいな、そうそう、怪我人の治療もするし、改造してサイバーウェアを埋め込んでくれたりもするっていう、2077だとこのリパードッグっていうのが、まあ、要所要所にいてですね、その部品の提供であったりとか、アイテムショップみたいな、まあ、アイテムショップみたいな、武器屋さんとか、まあ、そうですね、まあ、武器屋としてはもちろん武器屋としてあるんですけども、いわゆるサイバーウェアとかですね、はいはいはい、その身体強化をするってなったらリパードッグのところに行くという、まあ、買っても埋め込まなきゃいけないですからね、まあ、そうですね、自分でこう例えば映像の中にもこう目をね、あの取り出して、はい、新しいキロシ製の目を入れるっていうのがあるんですけど、はいはい、まあ多分自分でできるのが分かるんですけどまあやはりプロの手をですね借りないと、まあ、いわゆるその、ね、キャリブレーションとかも含めて、うん、まあ、必要になってくるんで、キロシ社っていうのはその何専門の会社、工学関係ですね、工学関係、じゃあ目の、サイバーアイなんかも、そうですね、はい、サイバーアイとか、銃のスコープみたいなのとか、うん、アディショナルリアリティ の,、うんうん、あの AR, と AR 関係のゴーグルとか作ってたか な,、うん、なんか結構その分野だともう石鹸してるというか、石鹸してる相当な規模でやってます。なんかこの後ね、あの替えだとジャッキーにあとお前キロシにしたのかみたいなのを聞いたんでやっぱ有名なブランド、多分あの高級品なんじゃないですかね、割とあのそうですね、うん、あの驚いてましたもんね、キロシみたいな、うん、でさっき出てた話ですごい面白かったのが、そのキロシってもともとキロシアっていう名前なんですよ。でそれがなんか2013年にキロシに改名されてて書いてあったんですけどそのキロがそのいわゆるメートルとか1メートルとかのキロメートルのキロで、シアっていうのはそのビジョンで、シアなんで
すごいな。安直な名でもそれでキヨシやを取ったらなんかそれっぽく聞こえになるの。そう、自分もなんか最初キヨシって見た時にあのこれを見る書籍を読む前だったんで、なんだろうこれって思って、そう変えようかなと思ったぐらいなんですよ。でもなんか見るとちゃんと設定があってっていうのがあったんで納得いってみたいな。まあそういうその、まあ、光学部分はそのゲームプレイにかなり影響できる。まあそうですよね。まあそれはそうでしょうね。一人称視点のゲームにやっぱしてる大きな理由っていうのは、そのインプラントして目を変えたことによって例えば UI が変わったりとか、その見え方が変わったりとか、ズーム機能が変わったりとか、それこそスキャン性能が向上したりとか、ね、作るのは大変そうですけど、その UI のテイストだけ変えるとこがあったりする。まあね、それは TRPG だとこっちで説明するだけだからな。スタイルオーバーサブスタンスじゃないですか。その要はかっこよい、いけるわね。そこはずるいですよ ね、 ね、コンピューターの話はね。やっぱり今回一人称視点にしてる一番大きな理由はやっぱそこかな。なるほどね、うん、あ、そうか、サイバー化した人が自分でどう感じるかっていうのが、ね、そうなんです、ね、そうそう、そこが没入感なのかな。おそらく FPS というか一人称視点とサイバーパンクの相性はやっぱり一番いい、うん、あ、なるほどね。まあこれで最後です。これはまあ、まあ、一般的なギャングに襲われてやっぱりギャングと企業っていうところの立ち位置みたいなもの、違いみたいなものをご説明いただけるといいかなと。そうですね、だから、企業は企業で強いんですけれども、うん、やっぱり一応は表の顔を持ってるんですよ。まあそうですよね。だからあんまり大っぴらに無法なことはできないんで、うん、あとまあ企業はその都市の中心部なんかには高級取りな、うん、あの富裕層を抱え込んで、うん、そこはきちんと治安を、頼んでるんですね。でも裏ではやっぱり、うん、企業は汚いことするんですよ、うん、なるほど。そういう時にその郊外で、うん、あの抗争してるギャングを雇ってお前いくら払うからライバル企業のなんとかをちょっとやっちゃってくれ、うん、それはいわゆるヤクザ的な存在と、まあ、チンピラみたいな、そうですよね、ヤクザの下、ヤクザそのものも進出してます、ね、うん、あ、ヤクザそのものはやっぱり荒坂が使う感じですかね。あ、必ずしもでもないですが、まあ一応いますね、まあ、うん、日本には、暴走族もいますね。2020で読んでて面白かったのが、そのギャングって、ま、一般的には悪いイメージじゃないですか、はい、でもその中にはその志を持ってその要は町の人々のためにこう頑張ってるギャングみたいなものもいるんですよね。だから自警団的 な、あれもありましたよね、そのいわゆる、ロッカーっていうかももあのバイク乗って、あ、ノマド、ノマドです。ノマド、あ、はいはい、あのノマドね、彼らは、まあ、ギャングってわけじゃないですけど、要するに、まあ、まともなその行政のこう恵みを受けられてない季節労働者だったり、あの渡り歩いてる、まあホームレスだったりみたいなのがだんだんこうアメリカの中で移動する民としての文化を、完全にあのイージーライダーが狭くなったルロの民としての文化を築いてしまって、まあなんていうかの、ロマみたいな感じで集団でこうバイクに乗って、バイクとかトレーラーとかに乗ってアメリカ中をこう歩き回って、うん、まあ、あるものはあの農業関係の季節労働者やったり、うん、あるものはその必要な時だけ工場勤めしたり、うん、もしくはあの町から町へ移動して商売をしたりみたいな、うん、そういう常に動き続けてる民ってのがありますね、はいはいはい、それは普通にあのロールの中にもあります。ノマドあります、ね、ノマドあります、はい、結構本当になんかもう特殊能力仲間呼ぶです。仲間呼ぶです。集まれ。集まれ。そんだけ集団生活をしてる人たちが。そう。まあなんていうか、やっぱりその本質にあるのは本当に自由な生き方を選べるってことが重要なんで、そうですね。そのなんか能力とかっていうよりも本当ライフスタイル。ライフスタイルですね。そうですね。決まってるのがやっぱ面白いですね。面白いです。単なるあの RPG、あのファンタジー RPG とかと違うところとしては。なるほど、まあ、そういったものがまあ2077でどれぐらい表現されるかそうですね、まあ、楽しみですけどね、ノマドは出てくると思いますよ、ね、出てくるといいですけどね。まあ自分で選ぶというか NPC 的なキャラで、ね、あ、絶対いりますね、まあ、あの自分で選ぶロールとしては、まあ、クラスって呼んでますけど、はい、ゲームの方ではそのソロ、テッキー、ネットランナーという形で、うん、ソロっていうのは、まあ、あの2020にも登場すると思うんですけども、はい、まあ、いわゆるウォーリアーみたいな戦士ですね、ですね、ソル、そうですね、あの語源がソルジャーのソルです、うん、ソロですから、でソロとあとテッキーっていうのは、まあ、技術屋さん、まあ、技術屋さんですね、で例えばタレットとかこの場合はハードウェア屋さん、うん、ハードウェアがテッキーで、はい、ソフトウェアがネットランナーっていうと分かりやすいかな、ね、そうなんですか、そこはちゃんと区別あるんですね、その3つを、まあ、あの選ぶんじゃなくてそのまあ、必要な技能を育てて習得していくと、もちろんソロの技能ばっかり習得していくと、まあ、ソロになりますけど、うん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 、ハイブリッドもできるしみたいな、はい、なるほど、はい、すごく面白い話いっぱい聞けたんですけど、だいぶ時間になったので、ね、これぐらいにしたいと思います。まあ、この後別の動画になりますが、そのゲームプレイの方もあるんで、興味持った人はぜひとも見てくださいということで、これぐらいで以上にしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。